まんない。言わなきゃな。県内の人。死ぬ気無理。死ぬ気誰だった？ヤン君。ニコ生の方が重いね。そうだね、この前はひどかったね。この前よりはカクカクじゃない。ありがとう。リアルでかかってる。これ映像と花火じゃない、音楽と花火を上げる人が一緒に考えてやってる。電波安定しないね。一応見えてる？一応見えてる？ちなみにこれね、8時15分から次の枠は違うアプリで配信し直すので、この枠で30分だけこのアプリです。あ、タクラしちゃう。どんな顔？浴衣の女の子で？見えなかった。暗くて。浴衣の女の子と来てるからさ、浴衣の女の子が周りにいっぱいいる。足元悪い。あ、ね、今は大丈夫。ここはね、アスファルト。人がね、こう通路なんですよ。通路目の前に人がこうやっていっぱい歩く。あ、確かに幼女同女いないね。あ、手得意なしちゃい。何、みんな浴衣が見たいの？浴衣が見たいの？もうちょっと移動しようか。浴衣の方に。浴衣？はい。見せたんだけど、見えてないの。心が綺麗な人にしか見えない。さっきまでもう死ぬほど見せたよ、ツイキャスで。ツイキャスでいっぱい見せた。もう暗くなっちゃったから。なんて書いてある？核爆。核爆って書いてある。何、核爆って。初見です。藤川町に来ました。近いね。埼玉から来ました。この花火大会をみんなに見せてあげたい。平日じゃなかったらもっと人混みやばい。ここの花火大会、いつも8月7日にやってるから。8月7日が花火の日。
じゃん。30分で新しい配信アプリに変えます、ね、こっちは重いんだよね。重いけどすいません、こっちの方が画質はいいんだけど重い。ここで映像が重い。アクリルの皆さんいらっしゃい。映像が重いときにすいません。この山梨県の新米の花火大会2万発。ヒヒヒってない。惜しかったね。ちょっとね、電波がすいませんね。これ延長してる。カーブか。お、本日2発目の2尺玉だっけ。でもさ、2尺玉さ、2尺玉でこんな騒がれるとさ、コウノスの花火4尺玉なんだよ。コウノスの花火配信したいね。やばい、腕が痛くなってきた。そろそろもうしゃがんでしゃがむと人混みが。下行ってみた方がいいのかな。なかなか動くのがあるよ。電波取り合い戦ね、今日はね、今のところはね。でもツイキャスほどね、やっぱ取り合ってない。2回抜きたよ。上がった瞬間に電波がすげえ弱くなった。なんで？あれ100万円なんだ。100万円なの？黄金世代。100万円なの？黄金世代。寝ぼずってきそうだ。未だに火の粉がさ、目の前に見える。映像では見えないけど、火の粉が落ちてきてる。さあ、続きましてが、トップガンスターマインをお送りします。スターマイン何時ですか？まだ。この伝統を守り続けこれから今どこに行けるの？さっきいたよ。尺玉で6万円くらい。2尺玉だと100万になるの。4尺玉の4尺玉持ってください。すごい、またやんさんいました。キャボクいらっしゃい。地獄はやめそうに。待って、手が痛い。カメラ持ち替えて。
山梨県ちょっとね、映像が隠れてるのはご了承ください。もう30分経ったら公式アプリで配信し直します。最後のフィナーレは公式アプリでニコ生を信じてください。そうですね、このアプリはね、電波拾いづらいんだよ、出しちゃいけど。え、あるよ。座る？ここ座る？いや、まさか、ばあばあどっち見てる？去年、今年初、あ、ピョンさんも初？あ、そっか、葛飾の時見れなかった。で、葛飾配信したんで、これ2回目ですね。とりあえず、この枠終わったら、公式アプリの方で。いや、そっちね、コテハンが見えなくなっちゃうので、ご了承ください。花火配信だからね、コテハン見えなくても。75発40番コミュニティフォローありがとう。今のうち重いから更新し直しに。ね、何あの BGM でもこれあれね、花火の業者さんたちの競技花火みたいな感じだから、あげる人が選んでやってるみたいな。お、すれ違いしてる、すれ違い。すれ違いしてる、トラック10人すれ違っちゃってたら変えなきゃいけないか、ちょっと
ちょっと楽だからね、すれ違い通信やってんですよ今。すれ違い通信さ、意外とこう人混みだからもしかしたらできんじゃないと思って一応持ってきたんだけど、さっきからさ何気に何回もすれ違ってて、3人すれ違った、3人すれ違った。おめでとう、ありがとう。さっきね、すごいね、A ランクの強いやつをね、すれ違ったんだよ。でもまだ今の俺のレベルじゃその器使えないんだけど、ベサーキ知ってる？まだ俺レベル19なんだよ。自分でビールの絵だ、ビールの後でログインし直すね。戻ったかな。あと10分したらこのお手本が読めないアプリに書いちゃうので、お手本をアピールしたい人はアットなんとかって打つか、もしくは色を変えてくれたりコメントに。ブランドが左側にある。花火だから、お手本なくてもいいよね。音楽も聞こえてんの？
虹色とりどりだったんですよ。音が聞こえなくなっちゃってる。パンダさんって誰？パリ？パンダってね。FFP だと？ちょっと待って、大読みが聞こえなくなっちゃったよ。聞こえないとさ、俺小さい声で喋んないと周りに可愛い浴衣の子女の子がいっぱいいるから。あ、来た来た来た、フルーツ来た。頑張ってる？なんだと？いや、まとまるな。あ、この手すりの。俺の今、俺の耳に移動した。
俺なりここに迷惑じゃない。足早くなったんだけど、ついてこない。あ、いいじゃん、お前で行くの。ちょっと待って。ちょっと殴られた。パチパチ、ダンマカリア。俺の耳にはずっとパチ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 言ってた。ねえ、綺麗。吉本の芸人かよぐらいパチパチ言ってた。綺麗だね。でもね、お金で買えないものがあるんですよ。お金で買えないものがあるんですよ。まあ、10代も取ればよかった。浴衣がいっぱいで知らない間に目の前に。これちょっと2分、あと2分で新配信の方に行きますので、ニコ生の別のアプリで配信しますから、もう一回ニコ生の枠が開きます。このアプリでは延長しません。あ、なくなりましたんだ。そうだね、ちょっとこれ次の途中で終わっちゃうかもしれないけど、うん、マコくんついてるよ。でもね、この次のアプリは固定版つけなく、ついてても俺が見えなくなっちゃう。今のこのアプリはみんなの固定版読めてます。でも次からちょっと固定版読めなくなっちゃうんで、想像で後で家帰ったらね、ちゃんとチェックするから。枠途中で終わっちゃったらごめんね。終わっちゃったら次もう一回開き直すまでに多分2分くらい時間が必要だから、それで開き直して、フィナーレはそのまま公式アプリで配信します。フィナーレをぜひ見てほしいんで、みんなぜひ来てください。もう言いたい放題ではいいよ。なんでまだね、コメビューだけは見たいような、こういう読みはねできてた。何十秒かで取り寄せです。ありがとうございました。ぜひ次の枠のフィナーレを見に来てください。え、何これ2発で終わったの？そうそうそう、言い合いとなる。あれ2発で終わりよね。あ、これあれか、個人のやつだ。個人の誕生日おめでとうとか言ってる。ちょっと微妙なやつでよかった。取り寄せありがとうございました。